こんにちは、速稼塾の久保です。吉谷さん、家、すごいですね。いいですね。私もね、今、趣味というか、地方の一戸建てをいろいろ検索してるんですけども、100万円出したら、一戸建てってむちゃくちゃたくさん購入の入り口があるんですよね。いや、すごいなと思いますね。歌声が聞こえてきます。ということでございます。地方でね、やっぱりこう私が目指してるのっていうのは、田舎に行ったらなんか個人商店の汚い中古屋さん、中華屋さんとかあるじゃないですか。ああいうところでね、美味しくラーメンを食べる常連みたいなのをイメージしてますね。まあ、間違えてもチェーン店ではないかなっていう感じですね。で、大手のイオンとかね、スターバックスとかではなくて、本当に個人的にやっていて小さい店で、半径2キロ以内の人が、足しげく通うみたいな感じですか。この店じゃないとダメなんだよみたいなね、そんなイメージだと思いますね。だから広島の久保ですとかね、広島でナンバーワン速稼塾とかね、いうふうな、要するにね、私がね、こう聞いたところによりますと、ネットビジネスなりビジネスで成功しようと思ったら、大きなマーケットを狙うっていう方法が一つあるってことなんですよ。大きなマーケットには先駆者がいて、学ぶパーツがいっぱいあると。で、やっぱりね、戦いやすいことは戦いやすいんですよ。その代わりライバルもたくさんいるって話でした。で、小さいマーケットはあんまりヒントがないと。やってる人もたくさんいないと。顧客も少ない。だからどっちを狙うかっていうのは、大きいマーケットを狙う方が多いんですけども、ただ小さいマーケットも同じぐらい大変だけど、同じぐらい成功しやすいってね。だから結局大きなマーケットも小さなマーケットも同じだって聞いたときに、もう私はどっちかって言ったら小さなマーケットで一番になって、その一番になったことをもうちょっと大きなマーケットに持っていって、そこでまたね、上位を狙っていくみたいな感じでした。もうちょっと具体的に言うと、広島で一番は中四国で一番の可能性が高くて、中四国で一番は西日本で一番の可能性が高いみたいなことを考えてやってるわけなんですね。そこへ行くと、東京で一番になるっていうのは非常に難しいんだけども、でも私がね、東京に行って一番を狙うのと同じぐらいのエネルギーで、例えば秋田で一番を狙うとか、盛岡で一番を狙うとかっていうふうに、狭いマーケットで戦っていったら、もっと簡単に上位ポジションを取れるんじゃないかなと思ったんですよ。大事なのは上位のポジションを取ることによって、そのどこかで一番っていうのを他のマーケットで使っていく、それをどんどん使い回していくことなのかなと思ったんですよね。それで今ね、生き残っているわけなんですけども、ただね、広島一番なんていうのはね、別に誰も知らないことだと思うんですよ。で、西日本一番なんて誰もね、意識してないし、一番にこだわる必要はなかったかなと思いますけども、いわゆるね、自分の内側への、鼓舞ですよね。自分の人格に対して、頑張れよということで、自分にけしかけてきたところはあるかなと思います。ですんでね、結構ね、さっきの家みたいなのが7、8万で借りれるとか思うと、結構嫉妬したりしますよね。羨ましいなとか思っちゃったりしますよね。ただね、家ってのは家賃だけではなくて、その他の環境とか、一緒に住む人とか、使い勝手とか、いろいろなものが総合的に作用して、安かった高かったみたいな評価になると思います。多分私はね、都心のタワーマンションはむちゃくちゃ後悔したと思うんですよ。タワーマンションに何回かね、お邪魔したことあるんですけども、下のエレベーターからエントランス入って、で、目的の家に行くまでむちゃくちゃ時間かかるんですよね。で、しかもその前には車をどこに止めようかなってことを考えないといけなかったりとか、結構時間ロスってるなと思うんですよ。でも地方の一軒家って、その辺に車止めても全然問題ないし、2、3歩上がって、はい、玄関ガラーで終わりですからね。だからすごく私に合ってるかなと思います。確かにタワーマンションに憧れた時期とかありましたけども、あれは誰かの憧れを単なる真似して、それが成功者の証かなっていうふうに思い込んだだけであってね。成功の概念なんて自分で決めればいいことなのに、なぜかね、世の中には成功の概念を真似してしまったってところが、間違いそうになった、一歩だったかなと思います。ですんでね、吉田さんが、鹿児島行って大丈夫かって聞かれたこともね、結構聞きますけども、それはね、当然の反応だと思うんですよ。なぜなら成功モデルっていうのが都心にしかないというふうに多くの方が思っていた。若い人はみんな東京や大阪に出ていくみたいなね、この考え方から脱却しないと、なかなかね、地方に行けば行くほど成功しやすいってことに気づきにくいわけなんですよ。で、地方っていうのは確かに不自由だった時代ありますけども、今は全然不自由ではないと思います。インターネットの環境は日本全国ほとんどどこにでもあるし、それからですね、コンビニはどこにでもあるし、イオンはどこにでもあるし、通販はどこにも届くし、郵便物どこにも届くし、電話はどこからでもできるしみたいなね、都心と地方の差っていうのはもうないんじゃないかなと思うんですよ。
今だみたいな時代だからこそ Wi-Fi が行き届いた時代だからこそ私は地方の方が相対的に有利になってるのかなと思いますし、都会に行ってるからって言って、ね、人間関係がねとか言いますけども、都会に行く人に限ってね人間関係下手なんですよ。都会に行っても隣の人がどういう人か分からないとか、信頼できる人がいないとかね、まあテレビドラマみたいにはうまくいかないんですよね。だから都会に行って人間関係に悩まされてるっていうね、この現象が起きてるわけなんですよ。だったら人間関係に悩まされない過疎地にいた方が何ぼかマシかってことなんですよね。まあいろいろと申し上げましたけども、私が狙ってるのは田舎のラーメン屋で、多くの方が成功モデルというふうに感じているのは多分きらびやかな都会の一軒、まあタワーマンションなのかなと思っちゃいますよね。まあ、ですからね、吉谷さんとね、それから吉谷さんが来週行くぞみたいな家もありますけども、ぜひ私のことも話しておいてください。気が合いそうだと思いますよ。そういうふうなローカルなところで自由に暮らしていくってことはね、まさに素晴らしいことなんじゃないかなと思います。本日は以上です。